食べて痩せる手作りおやつレシピをお伝えしていきます。このチャンネルでは腸活を通じてあなたが健康的で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録していただきますととっても嬉しいです。また詳細欄の LINE のリンクから痩せる4つのプレゼントを無料で差し上げております。ぜひご登録くださいね。それでは早速本題に入ってまいりましょう。それでは一つ目の項目です。なぜこの手作りおやつを食べると痩せることができるのかというその痩せるポイントについてお伝えしていきます。4つあります。一つ目です。このおやつを食べるとですね、腸内環境が整うからなんですね。このおやつの材料が持つダイエット効果が全てこの腸内環境を整える力を持っているからなんですよ。あなたの腸内環境が整っている、イコールその腸内にいる細菌たちのバランスですね。痩せ菌と呼ばれるその善玉菌たちがたくさん種類がいらっしゃって、しかも元気いっぱいでいつまでもあなたの腸内で住み着いてくれるっていう、そういう環境を作るためにはやっぱりそのような力がある食材を食べる必要があるんですよね。その時にこのおやつが大活躍するわけです。では2つ目です。このおやつは血糖値の急上昇を抑えてくれる効果があるんですよ。大事ですよね。なぜ太るか、そもそも食事をすると大なり小なり血糖値って急上昇しますよね。その時にその急上昇するがために脂肪を溜め込みやすくしてしまうわけです。そこを逆にギュッと血糖値の急上昇を抑えてくれる効果があるとしたらいかがでしょうか。その時の脂肪を溜め込む率も減るわけですから、ここも味方につける必要があるということなんですよね。あと3番目です。脂肪燃焼効果もあります。いいですよね。もうどんどん燃やしてって思いますよね。もうこの食材を使ってどんどん燃やしていきましょうね。4つ目、女性ホルモンのバランスを整えてくれる効果があるんですよ。とっても大事。女性ホルモンがあるからこそ私たち女性はですね、その痩せる効果を得ることができてるんですよ。そのことに関しては次の項目で詳しくお伝えしていきますね。それでは2つ目の項目です。何をということで、今回お伝えするこの手作りおやつの材料が持つパワーですよね。先ほど項目1でもお伝えした通り、女性ホルモンの働きのそのエストロゲンと似た働きをしてくれるものを使うからなんですね。いかがでしょうか。私もね、そうです。年齢とともにだんだんこの大事な大事な女性ホルモンの分泌が減るなんですよね。ああもうあんなに出てたのにって、もう誰しも通る道ですよね。仕方がないんです。でもだからといってこう泣いてるばかりはねいかないですよね。じゃあそれと似た働きを補ってあげればいいわけです。その時にそのエストロゲンがどんな働きをしているかといいますと、脂肪燃焼効果、内臓脂肪の蓄積を抑えてくれたり、また悪玉コレステロールも抑えてくれているという、こういう働きが減るわけですからね。もちろんそりゃそうですよねって思いますよね。今までと同じものを食べてるのに、食事の量もメニューも何にも変えてないのに、ただただ年を取っただけでこういう効果が減っていくわけですから、結果なんで私は太ったんだろうって、こういう状態になる方すごく多いんですよね。気がつかない間に太っているっていうね、こう徐々に徐々にそういう環境になっていたわけです。そこでこのおやつが持つ材料がこの効果をですね高めて補ってくれますから、ぜひ楽しみにお待ちくださいね。ではその材料は何でしょうかということで、今回使うのはきな粉になります。きな粉はですね、大豆製品の中でも最も食物繊維が多く含まれているんですよ。大さじ1に対して食物繊維が 2.7g も取れてしまいます。で、この食物繊維が大事なんですね。冒頭のこの1でお伝えした通り、腸内細菌、痩せ菌、イコール善玉菌たちの餌となるものがこの食物繊維なので、これを取ってあげないと善玉菌たちがいなくなってしまうわけですよね。で、またこの食物繊維が血糖値の急上昇をぐっと抑えてくれる材料になりますから、その点に関してきな粉って本当に少量でこんなにも多くの食物繊維が取れてしまうわけです。そしてまた高タンパク、大さじ2イコール 10g なんですけども、
1回の食事量で必要なタンパク質で、まあ、女性に関しましてはだいたい 20g なんですよね。なんときな粉大さじ2を摂るだけでお食事1回分必要なタンパク質のもう半分の量が摂れてしまうということになります。タンパク質があれば腸が元気になる。なんといっても臓器を作る元はタンパク質ですからね。しっかりとここでタンパク質も摂ることであなたは代謝が上がって結果痩せ体質へと生まれ変わることができるということになるんです。そしてもう一つの材料はこちら、蜂蜜です。もう私個人的に蜂蜜大好きなんですね。もういろんなそのお料理や飲み物に使うその甘みはですね、私はお砂糖を使わずにも全部蜂蜜で代用しています。なので実は私の家にはですねお砂糖を置いてないです。お砂糖使わないので、その代わり全部蜂蜜で補っています。それぐらい蜂蜜大好きなんですけれども、なんで大好きかっていうと、その腸内環境を整えてくれるものだからなんですね。もうまずは腸内環境を整えるために必要なオリゴ糖とかね、グルコン酸がいっぱい入ってますし、なんといってもこの脂肪燃焼効果、アミノ酸が豊富なのでどんどん脂肪も燃やしてくれるんですよね。そしてポリフェノールも含まれてますから、これがまた脂肪燃焼効果をアップさせる効果があるんですよ。そして栄養価が高いんです。例えば白砂糖なんかはもうほんと全て の栄養がもう全部生成してなくなってしまった太る元のまあ甘みなんですけれども、蜂蜜は真逆でもう栄養がたっぷり残った状態で使えますから、とっても大事。特にダイエットを成功させたいっていう方は栄養不足になってる可能性が高いんですよね。もう食べても食べても腸が汚れていてうまく働いてなくて、結果その成長ホルモン、まあ、いろいろなね痩せホルモンを作るも材料がなくて、結果腸から消化吸収できずに栄養不足になってしまってるんですよ。なのでこの栄養価も高くて腸内環境も整えてくれるこの蜂蜜を使うと、その問題がクリアすることができるんですよ。では最後3つ目の項目です。どのようにということで、今回あなたにお伝えする美味しく食べて痩せる手作りおやつのレシピはこちらです。きなこねじりになります。ご存知ですか？私もきなこねじり大好きで、実は別動画でも手作りではなくて購入するねおやつの特集してるんです。痩せるおやつトップ3ということで、その中にかなりの確率できな粉を使ったお菓子ご紹介してるんですけども、今まででしたそうですね、カルディさんとかローソンさんとかですね、あと無印さんもありましたね。そういったところで作ってくださってるきな粉ねじりももちろん美味しいんですが、やはり砂糖が入ってるんですよね。まあ、材料が良いからねご紹介はしてたんですけども、やっぱりお砂糖なんですよ使われているのが。ところが手作りするとお砂糖を使わずにできちゃうんですね。材料です。きな粉 60g、 蜂蜜、これは天然の国産の蜂蜜を選んでくださいね。添加物がないもの、例えば人工甘味料とかお砂糖とか香料とかが入っていないピュア蜂蜜プラス、やっぱり国産がおすすめです。海外からはやっぱり検疫の問題で加熱してあるものがほとんどなので、やはりね蜂蜜本来が持っているその働きが損なわれていますから、やっぱり国産ができる限りおすすめしたいと思います。が 50g、 そして固めてねねじっていきますので、その時に打ち粉としてちょっとベタベタしますから、ちょっとかけるきな粉が、まあ、適度な量をご準備していただいて、あとはこれですごいですよ、そんな手が、ね、汚れないです。保存袋を使って混ぜていくので、しっかりとこうジッパーでチャークができる保存袋を1つ用意してくださいね。ではここから作り方お伝えした後に、私が実際に作ってる様子、実演の動画もご準備しておりますので、そちらもご覧くださいね。まず作り方です。1つ目、保存袋に先ほどの材料を全部入れて、よくこう揉みながらねこうなじませて揉んでいきます。2つ目、その袋のまんま綿棒でもう伸ばしちゃうんですね。そうすると綿棒にもつかずに本当平らに長方形に作れますから、こうどんどん伸ばしてください。そして最後は3つ目、打ち粉用のきな粉を適量まぶしていただいて、その裏表ですねくっつかないようにしましょう。袋から取り出した後の話ですね。そしてお好みの大きさにまあカットをしましょう。私は今回長方形で作っています。そして最後の最後はキュッとねじったら、ねじりきな粉、きな粉ねじりですねの完成になります。ではここから実演の動画をぜひご覧くださいね。
どうぞ。いかがだったでしょうか。今回お伝えした手作りおやつはベースの材料が腸活メニューだからということと、私たち女性にとっては嬉しい女性ホルモンの働きを補ってくれる成分が入っているですね、イソフラボンが入っているきな粉を使った美味しいおやつをお伝えしました。
ぜひあなたのダイエットにお役立てくださいね。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。